ニュースしり残し今日はあの4時台に国民年金の納付期間を今二十歳から60歳までの40年間をですねこれを今5年延ばして65歳まで延ばすとえー、多分そうなるでしょうそうしないと2024年の年金の財政検証の時に、えー、ついつも合わなくなりますからついつも合わなくなると。 今の年金制度を根底から覆すみたいいいななな議論をしなくちゃいけないもうその議論だけは絶対やりたくないというのがありますからなんとかあの今、えー、厚生年金で、えー、政府があの約束をしてるですねいつどの時代になっても現役世代の平均賃金の半分の額は平均モデル世帯であの年金の支給はあの確保しますよと。だから将来的に 100万円現役世代が毎月給料を取る時代になったら年金は世帯モデルで50万円ただこの世帯モデルってやつがですねえ夫婦2人のその夫婦2人え大体モデル世代って日本で厚生労働省がいる時は夫婦2人子供二2人で夫婦2人は奥さん専業主婦っていうのがモデル世代だからあの年金に関して言うといわゆる第3号被保険者で40年間 妻として年金掛け金を納めずに老後は国民年金と同額の基礎年金を受け取るでその基礎年金を受け取る奥さんと、えー、厚生年金を掛け続ける旦那の、えー、これはまあ旦那と書いてあるわけじゃありませんがまあ多くの家はそうでしょう多くの家とかまあそんなモデル世帯がそもそもあるのかっていう話ですがでそういう夫婦の合算が、えー、現役世代の賃金が平均賃金が100万円だった時にこの合算で50万円。 だから実はですねすでに単身の人たちが老後を受け取る厚、えー、生年金の額というのは50%どころかもう30%ぐらいまで落ちてるんですがそれは一応モデル世代じゃないので、えー、まあいいということになってんだけど実際現役世代が100万円を受け取る時代になった時年金額は30万円30万円と聞くと何か大きいですけども。 30万円現役世代の時は30%ということは、えー、10万円ということですからなかなかあの、えー、ゼロにはならないし破綻はしない、まあ、だから何をもって破綻するかですよねそれだけで生活できないじゃんっていう状況を破綻と言うんだったら破綻はありえますが全くもらえないという意味での破綻は今の制度上はない現役世代から踏んだくる金を高齢者に回しているだけですから。 だね、そろそろ本音の議論をしなきゃいけないだろうなと思うのは今のやり方を続けている限り年金の支給額はどんどん先細りになっていかざるを得ないですよ。どっかでまあ発想を変えてですねもう今は年金は財産権ということになっています。権利ですねあのもらう権利。だけどどっかのタイミングでこれはまあ福祉なんだというふうに転換もしないと持たないんじゃないかという気がします。 まあぶっちゃけ私なんかですねもう60来年67なんで来年っていう必要があるかって話なんですけど来年67ですから年金受給世代なんですがまだ請求してないんでね年金というやつは請求しない限り永遠にもらえないんですよ。私請求してないんで1円も年金受け取ってないどころか厚生年金の掛け金,金は今莫大な額毎月払い続けてます。でどうやら70歳まで厚生年金の掛け金も払い続けると。 えー、いうことになるとちょっと下手すると私なんかね。1円も受け取らない。まんま死んじまう可能性もそこそこあるなって最近考え出してます。だけど、まあそれで餓死しない生活ができるんならば、年金が福祉だと考えたら、もう。それはしょうがないんじゃないの。ただし、年金が年金が財産権であると考えるとふざけんなって話なんですが。財産権としての年金は？ もううたななないいいんじゃのののかなっていうのが私の感覚ですねどっかでもこれは福祉なんだからあの今みたいに逆にもう国民年金で老後女性結構多いんですよ女性でですね5万円もいかない年金で暮らしてるっていう人はそこそこ結構高齢の女性でいるんですがそれだとまともな生活できませんからねそうすると福祉ならばちゃんと生活できるだけの金を渡すとその代わり財産権ではないので、えー、普通に生活できる 人豊かな老後を年金なしで遅れている人たちは年金の受給はもうあのさせませんよというぐらいのどっかで政策判断をしないと今の制度のまんまだと持たないんじゃないかなっていう気がやっぱりね中にはですねいや年金持つんだと。 もう基本あの20年40年払かけて20年もらう制度だから持つんだみたいなことを言う人いますけどそれじゃ持たないということははっきりしてますからこれを45年払って20年っていうようにしていかないと持たないんですけど45年みんなが掛け金,金を払って20年受け取るそうしたら持つっていうようなことを簡単に言う人いるんですけどその政策的な転換政治的にやるのはものすごく難しいんですよ。だから この年金の議論っていうのは難しいのは持つっていう人も持たないっていう人もどっちも嘘だったりなんかしますから結局まともなことを言ってるのはなんだ俺だけかみたいなはいさて中国ひどいっすよ中国今日ね今日実はこれを喋りたかったんだけども中国がオランダ国内に法的に認められていない警察署2か所を設置し中国がよその国の中に勝手に警察作ってですよ。 反体制派の取り締まりに利用しているとの報道を受けてオランダの外務省は調査をしていることを明かしました今回の報道はスペインの人権団体が先月行った調査に基づくもので中国が世界各地に54の海外警察センターを設置している54も設置してて日本は大丈夫かというと日本にもあるそうです、えー、今回このスペインの,あの人権団体の調査によると中国は日本にもですね えー、警,察組織警察組織って言ったって警察っていうとあの建築ぶら下げて逮捕権があってっていうようなイメージですがそういうもんじゃありませんそれは他国でそんなことで,できませんからだけど中国が日本の中で中国の公安組織が日本の中に出店みたいのを作って日本の中で活動してて例えばまあ,あの反政府的な反中国的な今の中国共産党に反対するような発言しているような人のところに言うと近づいていって。 えー、中国の,あの実は出先機関のもんだけどもいやあなたが毎日何を言ったり何をしてるかは知ってるよと、えー、あんまりそういう活動をするとまあ,あのうーん中国本土にいるお父さんお母さんのことを考えた方がいいんじゃないみたいなアプローチをするとつまり日本国内で逮捕するというようなことは違法行為だからできないけれども日本の国内法で合法的な範囲の中で、まあ、中国の警察がやってるようなことを日本国内に警察の出店みたいのを作って。 それで、まあ、日本国内にいる中国人に対して、えーまあ、思想的なプレッシャーをかけるとまあそれは脅迫までいくと日本の国内法に触れますがいやまあお父さんお母さんのことを考えた方がいいんじゃないこれは脅迫って言えないですよねこれを立件するのは難しいですから。でどうやら、えー、このスペインの人権団体によると中国は世界中の、えー、国々に54のの だから公安組織警察の出店みたいのを作ってそれぞれの国内で、まあ、あの海外における中国の警察の拠点みたいなものを作って活動していてそれぞれの国にいる中国人に、まあ、プレッシャーをかけてると、えー、今回あの毅然と対応したあオランダですかオランダはなんか取り締まる方針調査してるということなんですが。 ななかなか調査するって言っ,たってて、それぞれの国の法律で合法的にやってることはなかなかだから日本でも東京に実はこのスペインの人権団体によると東京にあるそうです中国のそういう団体がだけど日本の国内法に触れないんで日本の政府としてはどうにもならないし取り締まる法律もない。それで言うとね、イギリスなな、なんんんかちゃんとしてるなちゃゃとととししててるるいうかですねあのご存知の方いると思いますが孔子学院っていうのがあるんですよ。 孔子学院日本のまあ名だたる大学には結構あります。で孔子学院って何かっていうと、まああのえー、中国の文化とか中国語とか学びましょうねみたいなそういう建前なんですが実は中国共産党の世界中の若者に対する思想教育機関だったりなんかするわけですよ。 え思想教育の場だった原理研究会なんていうものがちょっと話題になりましたけども同じようなものが日本の中の大学にですね孔子学院で日本だけじゃないんですよ全世界にあるんです。中国共産党はあの中国共産党の宣伝活動をするためにこの孔子という孔子という存在はあの英語でこれなかなかね発音難しいんですけど結構あの孔子っていうものは知名度あるんですね。またその知名度を生かしながら 世界中の大学にこの孔子学院というのを作って思想教育をやる中国共産党の宣伝活動をやっているということなんだけどもあのイギリスの政権変わりましたよねイギリスの政権まあトラス政権に関して言うとこのトラス政権の経済政策だと持たないと私は予言してその通りになりましたがえ変わってなったスナック政権まあ経済政策はまあ一旦横を置いといて話が違うので,でこのス,、えー、スナック政権って、まあ、あのインド系の 人ですね、この人が総理大臣になって実はあのみんなが心配して,たしてたのが今までの発言だとどうも中国寄りだよねだからまあ先にあの首相になって経済政策で大失敗したトラスさんなんかの方が中国に対しては厳しいことを言ってたんだけどスナクさんという人はどうも中国に優雅的じゃないのかとこう思われてたんだけど首相になって真っ先に何を言ったかというとイギリスにある孔子学院は閉鎖します。 これイギリスの国内法で閉鎖ができるのかどうなのか知りませんがまあそう首相が言うんだから閉鎖できるでしょう。ところが日本は十、えー、いくつ法師学園はあるはずなのに全く今の政権は手をつける気配もないし、まあ、日本の国内法で手をつけられるのかどうか知りませんけれども統一教会に関してはもうこれだけ話題になっているのにそれよりおそらく日本の 安全保障その他を考えると問題だろうなと思われる孔子学院は放置したまんまで議論にもならないとでイギリスのスナック政権は首相になった瞬間にイギリス国内の孔子学院は閉鎖するこれがまあ世界のトレンドなのに日本はっていうそういう話です、えー、今日はあの5時台にね世界の常識が日本の常識ではないし日本の常識は世界の常識ではないという話を ドイツの対麻解禁に絡んでやりましたけれどもこの孔子学院に対する扱いなんかも統一教会でこんなに盛り上がるよりもまあそれがダメだとは言わないけれどもややらなきゃいかんことはほかにもいくらでもあるだろうと思います今週末あの8万2990円で買った テントサウナを実際に水際に行って試してみようと考えております。これがね、中国製のね、一酸化炭素測定器っていうのが付いてるんですよ。でこれを見ながら一酸化炭素濃度を見ながら、あのこれ以上入ってていいかどうかというのを判断するんだけど、もしかするとうちに送られてきたものはこの機械が操作してあって。 大丈夫だ大丈夫だと思ってる間に塩酸一酸化炭素中毒で死んでしまうんだよなかラオがと。こうご期待、いやいや、期待されても困りますけど。はいえー、今週は以上です。また来週。